平野紫耀のエルジャパン表紙起用とジャニーズ事務所の苦境、海外志向で注目を集める中、スノーマンラウールは厳しい立場に立たされている。平野紫耀のファッション表紙起用が話題に、日本のファッション誌、エルジャパンが元、キングプリンス。 のメンバーである平野市用を11月号の特別版の表紙に起用し、その人気ぶりから早くも予約完売の状態となっている。平野はジャニーズ事務所を退除し、飛部に合流して以来、注目を集めていたが、その活躍の場がファッション界に拡大している。平野市用の L ジャパン表紙起用・海外志向の一環。 平野が L ジャパンの表紙に登場することは単なるファッションの舞台進出だけでなくその背後には海外志向が垣間見える。ジャニーズ事務所を退場して飛べに参加した平野はこれまでの枠を超え新たなキャリアの可能性を模索しているようだ。彼のこの一手はジャニーズ事務所の苦境とも関連しているようだ。ジャニーズ事務所の苦境。 海外企業との信頼回復の難しさ。ジャニーズ事務所は、小ジャニー北川氏の性加害問題によって苦境に立たされている。特に海外企業は人権意識が高く、その影響を受けやすい状況にある。最近の例として、フランスの高級宝飾ブランド、カルティエが、キスマイフト2の玉森裕太の出演を取りやめると発表した事例が挙げられる。 このような背景から、ジャニーズ事務所が海外企業の信頼を回復するのは容易ではない。ラウールの厳しい状況、性加害問題の影響と外資ファッション誌への影響。を。一方で、元、キングプリンスのメンバーで、スノーマンの一員であるラウールもまた厳しい状況に置かれている。 ジャニー氏の性加害問題が特に海外で大きな問題となり、ラウールがモデルとして活動している海外での影響が懸念されている。事実、最近彼は外資のファッション誌に掲載されていないという情報が広告代理店関係者から伝えられており、外資のブランド側も彼に断らざるを得ない状況にあるとされている。 平野の仕様とラウールの対象、ジャニーズ事務所の焦り。こうした状況の中、ジャニーズ事務所が抱える苦境は一段ときぼりになる。ラウールが外資のファッション誌に登場できない中、かつてジャニーズに所属していた平野がファッション界の一翼を担っている光景は、事務所内での焦りを募らせているようだ。ラウールの活動停滞と海外での活動に向けた平野の戦略。 ラウールが海外でのモデル活動が停滞している一方で、平野は積極的に海外の高級ブランド、ルイ・ヴィトンやエルメスに身を包んだ写真を SNS に投稿し、注目を集めている。この対照的な姿勢は、彼らそれぞれの今後のキャリアにおける方向性を象徴している。ジャニーズ事務所の課題とアーティストたちの未来の不透明性。 ジャニーズ事務所が海外企業との信頼を回復するためには、より透明かつ積極的な対応が求められる。また、アーティストたちにとっても、所属事務所を超えて新たな可能性を模索する姿勢が重要である。 ヒラの仕様とラウールの対照的な状況は、ジャニーズ事務所が抱える課題と、アーキストたちが未来に向けてどのように進んでいくかについて考えさせられるものである。